こんにちは、ベビチューブのモンです。萌です。今話題の液体ミルク、今までは輸入品しかなかった液体ミルクですが、ついに国産の液体ミルクが発売されました。こんな便利なものがどんどん普及してくれるとありがたいよね、うん、液体ミルクって安心できるの？常温保存で本当に大丈夫なの？と不安になっているママもいるのではないでしょうか。今回はそんなママの不安な気持ちを払拭させるべく、液体ミルクの良さをご紹介していきます。液体ミルクは粉ミルクのように計量する必要がありません。お湯や湯冷ましがなくても大丈夫。液体ミルクはそのまま赤ちゃんに与えることができることが最大のメリットです。まず特徴として常温保存が可能です。液体ミルクは超高温短時間殺菌をしていて、無菌状態を保っているので常温でしかも長期保存が可能なんです。液体ミルクは母乳に近い栄養成分でできているんです。なので今まで母乳育児をしていたママも安心だし、粉ミルクを発売しているメーカーが出しているから、ミルク育児のママも抵抗なく使えるんじゃないかな、ね、ここまでのメリットはよく分かったけど、実際どんな味がするんだろうね。そうよね、果たして粉ミルクと液体ミルクに味の違いはあるのでしょうか。甘い、本当に甘い、うん、美味しい飲めるね、普通にね、好きなんだけど、ね、うん、うんうん、栄養たっぷり、はい、うん、あ、若干違うかな、なんかそんなに差はないけど、あんまり甘さがないかな、こっちの方が、うん、そうだね、飲みやすいね。飲みやすい、意外とそんな差はないから、赤ちゃんもね、すっ、ね、スッと飲んでくれるかもしれないね、災害に備えて非常持ち出し袋に液体ミルクを入れておくと万が一の時も安心だね、それに簡単に赤ちゃんに与えることができるから、赤ちゃんを人に預ける時なんかにも重宝するかもね、育児に不慣れなパパにも協力してもらうきっかけ作りになるかもしれない。そうだね。